嵐山は農学作品の一つ。歴史的にはコンパル系の農で関ゼ流や宝送流が上演するのは江戸時代後期のことである。吉野から移し植えた桜を見てくるようにとの戦時を受け、直主と重心は桜の名所を嵐山に赴いた。そこに嵐山の花を守っているというジョーとバーの夫婦が現れ、大きみの恵みによって嵐山は花の名所となり、 盛んな様が永遠に続くようですと称える。吉野の千本桜を映した嵐山の桜はすべて御神木であると言い,い、そこに気守り、勝手の神が訪れると述べる。嵐山という名前であっても吉野の神の力があれば散ることないという。また、気守り、勝手の夫婦の神とは私たちのことですと告げる。 そして直視たちに夜を待つように告げ、雲に乗って去っていく。夜になると、再び気守り、勝手の神が、嵐山の景色を称えながら、三夜が続くようにと、神遊びの舞を舞う。すると、南より香ばしい風が吹き、随運なびき、金色に光り輝きながら、蔵王門限が姿を現す。前世の悪号に苦しむ主情を救うために続会に、 交わっていると告げ、高馬長伏の巧妙を放ち、国土と主張を守る誓いを示す。気守り、勝手の神は、座王権限と、胴体異名であると明かされ、嵐山に登り、花に戯れ、小杖をかけて、桜の境ゆく春の久しく続く様をことほいだ。直命によって、吉野の桜を嵐山に移したというのは、史実と違うが、小佐賀上皇が、 嵐山の対岸の戦闘御所に、吉野の桜を写したことが、俗古今和歌集に見られる。そこから、嵐山の桜は、吉野の桜を写したものと理解されるようになったと、言われている、梅原武史、関関ゆかず、脳を読む信仰とゼアミンを、角川学芸出版2013年、P67 座の、コム、ありがとうございます。